北丹後地震は、1927年3月7日、18時27分39秒に、発生した地震である。震源は、北緯35度37.9分、東経134度55.8分の京都府、丹後半島の北部、うんげま7.3の地震であった。兵庫県の豊岡町、京都府の宮津町、峰山町で、震度6を、京都市、 兵庫県相本市、福井県福井市、敦賀市、奈良県奈良市、広島県福山市で震度5を記録した。北丹後地震という名称は、気象庁の指定によるもので、発生当時から被災地では丹後地震、奥丹後地震、丹後大震災、峰山地震などとも呼ばれた。震度5以上を観測した地域は次の通り、北、近畿を中心に中国、 四国地方まで被害が及んだ。中でも被害が集中したのは、丹後半島の付け根にあたる約1 5トルの範囲である。地震被害が著しかったのは、今の京丹後市峰山町、網野町、与佐野町旧かや町地区、道町旧岩滝町地区で、家屋倒壊率は70%から90%に達した。小学校も被災した。また、地震発生時刻が、 早春の夕刻だったために、暖房や水時の火を原因とする火災が各所で発生した。特に、網野町、峰山町、与佐野町級の田川町、山田地区では、大火となり、合わせて8,287戸が消失した。最大の被災地となったのは、丹後地理面で知られる峰山町であった。住宅や織物工場など、家屋の97%が消失した。 人口に対する死亡率は22%に達した。この地震による被害は、広範囲に及び、震源から 150km 以上も離れている、鳥取県の米子でも2個の倒壊家屋が出た。さらに、大阪市内では地割れから泥水を噴き出し、家屋が浸水した。液状化現象が発生したと考えられる。被害の総計は、死者2925人。 負傷者7806人、二千12584棟、半壊9443個、消失8287個、千四6459個、半九96個であり、大災害へと発展した。竹野阿網の町の被害保存,保存されている、豪村断層保存されている、豪村断層保存されている、豪村断層この地震では、 二つの地震断層が地表に現れた。京丹後市美野町浅間川から同市大宮町三重地区に至る左横ずれ主体の豪村断層と野田川町岩屋地区から宮津市府中地区までの右横ずれ主体の山田断層である。豪村断層では西側が最大80センチメートル行きし、南へ270センチメートル移動した。もう一本の山田断層は 北側が最大 70cm 隆起し、東へ 80cm 移動した。なお、豪村断層は1929年12月17日、国の天然記念物に指定され3カ所で保存されており、現在でも見ることができる。直前に1923年大正関東地震や1925年北、田島地震の発生があったことから、 地震や断層への関心が集まり様々な機関の研究者が多方面から調査を行った。さらに後年にはトレンチ調査も行われた。P 波初道の分布や地殻変動がはっきりと観測され、この地震を契機に地震学が大きく進展した。被災者は玄関の中行きの降る屋外に投げ出され、新聞社など多くのマスコミが被災者救援のキャンペーンや 募金活動などを行った。大阪梅田の阪急百貨店では、この地震による国げが莫大な額に達したため、1930年より日本初の食券制を取り入れている。この地震の被害を後世に伝えるため、峰山町に丹後震災記念館が建てられた。網野町では災害復旧の中で区画整理事業が行われたが、これは、 全国でも初めてだと言われている。ありがとうございます。